がついてます。よいしょ、お邪魔します。まず運転席部分から見ていきましょう。お、そしてこちらが車両の後部になります。横乗りのシートになってまして、ポップアップルーフになってます。ポップアップの高さ全部上げるとだいたい180センチぐらい高さがあると思います。そして車両後部見ていきましょう。こちらですね、車両後部になります。こちらですね、このように上げるだけで使える補助の作業台、そしてこちらにですね、コンパクトのシンクがついてます。ということで本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。